どうもこんにちは、今回はですねエスケープシティさんから ST310、ST330、岩谷ジュニアバーナー向けの遮熱テーブルをご提供いただきましたのでご紹介していきたいなと思います。まあ、すごいのがね、3年間の保証がついているということのようです。で、こちらですね、こういったものが入ってまして、よいしょ、開き具合は結構固めかな。で、こちらが収納袋になってます。で、足を開くとですねこんな感じになってるんですが、まあ、単純にね、ここの穴ありますよね、ここの穴にシングルバーナーを通すという感じの作りになってます。で、僕はですね ST330 使ってるんで、ガスの、ね、出し入れがしやすいようにここにねザグリが入れてあります。これが入ってるので、ガスの、ね、出し入れが簡単にできるようです。こんな感じでね、反対側にも当然入ってます。まあ、とりあえずですね ST330 通してみましょう。はい、こんな感じで通りました。でこちらのですね何がいいかっていうと、 ST330 使ってる方はね多分わかるんじゃないかなと思うんですが、ST330 ってね、わかるかな、足がだいぶ遊ぶんですよ。足が遊ぶっていうのと、ここに物を置くのに、例えばこういったホットサンドメーカーならまだ置けます。まあ滑りますけどね、だいぶ滑るけど置けると。だけどこういったものとかを置くと、やっぱねどうしてもねバランスが悪い、まあ、ちゃんと乗せたらいいんですけど、やっぱちょっとぐらつきがあったりとかします。で、よくあるシェラカップですね、 200ml のシェラカップ、これに関してはおくのが非常にね難しいという問題があります。今安定しましたが、ちょっとでも動かすともうダメですっていう問題があったので、とにかくねこの足の遊びをなんとかしたいという方が ST330 を使っている方の中では結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。なので今回ですね、こういったテーブルですね、テーブルでなんとか安定させようという狙いがあります。まあ、ここにね入れることによって、まあ、間違いなく遊びは少なくなりますよね。まあ、やっぱりこれはダメなんですけど、遊びは少なくなると。で2番目にいいところ、これがですね、このテーブルがない場合、こんな感じで料理すると思うんですが、空いてるのはこことここです。なのでまあこういった感じで物を置いたりして、まあ言ったらね結構狭く過ごす必要があります。狭く過ごす必要があるんですが、このテーブル使うとねこれが変わるんですよ。まあ、こんな感じで設置した場合に、こっち側では料理をして、ここをね完全にフリーで使うことができます。ここがこんだけフリーになるっていうのはかなりでかい。キャンプでよく料理をするっていう方で、テーブルを広く使いたいっていう方はかなりいい製品なんじゃないかなと思います。ちなみにですね、この ST330 を置いた時なんですが、まあ、どれぐらいね上に出るかというと、まあ1センチぐらいでしょうか、1センチぐらいこの上に飛び出る形になります。で今ねこちらには ST330 を用意してますが、この岩谷のジュニアバーナーでも使うことができるそうです。ちょっと試しにやってみようと思います。ん？無理じゃね？どうやってやるの？
そういうことか。はい、こんな感じで多分使えるのかな。だけどこれはちょっと無理がある気がするぞ。この岩谷のバーナーに関してはこの上の部分がですね全部外側に出てますので、ちょっとね風防とか用意してあげた方がいいかもしれません。ということで今回は ST310、ST330、岩谷ジュニアバーナー向けの遮熱テーブルをご紹介しました。まあ、中でもですね ST310 と ST330 を使っている方には出来もかなりいいのでおすすめできるテーブルなんじゃないかなと思います。概要欄にリンクを貼っておきますので気になる方はぜひ見てみてください。それでは